ジャンボ尾崎、そしてジェット尾崎までもが用品契約を行う GMA の代表であり、プロたちのコーチングも行う岡崎放送ナビゲーターに真剣勝負と辛口トークが炸裂。先鋭的ゴルフバラエティ、ゴルフ不要伝。マコは今年指導地だ。はい。のぞみはもう何年下積み。一緒だよね、うん、7年に落ちて8、9、10、11、15年目。5年。どうなっちゃってんの。長い潜伏期間ですよな。あ、暗い話になっちゃうんだよそういう話。今年が勝負で、はい、いやもう毎年毎年勝負勝負っつってなかなか上上がれないんじゃんね。まあね、なかなかね、あの下に沈むと上にまた浮くのがね、厳しいからね。でまあみんなもう中堅よりもうジジイクラスになってきたからね。のぞみいくつだっけ今年。今年42です。42。たかしが39。39。まこが38。8ですね。8だね。あ、もう早いですね。どんどんゴルフ年齢も若くなってますもんね。そう。まあぜひね、自分のために頑張って自分で切り開いていくしかないので、はい、頑張っていただければと思いますが。はい。やばい。ああ、上が来ちゃった。おみんなチーピンじゃん。球浮きましたね、うん、ちょっとね。やばい。乗っちゃった。秀吉木下藤吉郎秀吉。全プレイヤー左へ。神山プロは落下地点が気になるところ。岡崎コーチは木の根元だ。岡崎さんの2打目です。先月のプレーが夢のまた夢だな。フライヤーしてんのか。これしてるよな。わお。神山プロの2打目です。プロの2打目です。あ、これはフライヤーしちゃったかな。あれ
はい、じゃあ、またね、ジェイズ。苦しいプレーが続きます。井上プロはカラーからのバーディートライ。スコアは変わらずです。